滋賀県や境に。地元で採れたものを世の中の人に食べてもらう。テーマは地産地消。間違った。地産地消じゃなくて地産余消。そしてその食材は忍ぶねぎ。はい、というわけで戻ってきました。イエーイ。そして今回のテーマはこれ。実はこの忍ぶねぎを使って拠点の職員たちに創作料理を考案してもらいました。なるほど。そして今日その中から最優秀忍ぶねぎ創作料理を一つ選びたいと思います。イエーイ。まず最初はこの忍ぶねぎ創作料理、名付けて忍ぶねぎのチーズポン酢。 VTR スタート。チーズの匂いがたまらん。美味しいぐらいの。続きまして、これ名付けて忍ぶねぎのすき焼き。 VTR スタート。Thank you.
最後は当職場のパートさんが考案した忍ネギ創作料理、名付けて忍ネギフライ。 VTR スタート。おいちゅうございます。うまそう。あ、巻きこった。さあ、というわけで全部で3品で揃いました。この中で一体どれが一番おいしかったのか、おいしい順番に番号をつけていただきました。つまり1位が勝ち残るわけだ。その通り。それでは早速お二人からボードを見せてもらいましょう。せーの。ということで、一番おいしいと感じた忍ネギ料理は忍ネギのチーズポン酢でした。やっぱりこれですかね。さあ、次回最終回はその忍ネギの生産者の一人である田中さんに忍ネギの作り方などを直撃インタビューしたいと思います。さて、どのようなお話が聞けるのか、また我々が作った忍ネギの創作料理は世の中の人に受けるのか、この続きを見たければ、ぜひチャンネル登録を。みんな、見てね。